はい、皆さんこんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、今回お伝えしたい情報は多岐にわたりましてですね、プレイステーションのですね、新しいゲームのですね、いろんな発表がありましたので、そこでちょっと気になる情報をですね、お伝えしていけたらいいなと思っております。ということで、改めまして皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。3年から4年ぐらい実況させていただいておりますがね、間病気でね、ちょっと半年ちょっとプレイできず、今もその症状が残っている状態でございますが、ありがたいことにですね、皆さんのご贔屓ご愛顧をいただいておりまして、現在240名以上ですね、チャンネル登録していただいております。ありがとうございます。2022年の間にですね、1000名を目指していたんですが、それはちょっとね、叶わなかったということで、2023年、そして今ね、動画が投稿されるのはですね、2024年のね、11月のね、24日まで、毎日18時に必ず上がることが決定しておりますので、まあ、そちらをですね、毎日見ていただけるというね、方ですね、またですね、興味を持っていただいた方、ね、チャンネル登録していただけると嬉しいなと思っております。ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。1000名、1万名、10万名、100万名とですね、皆さんと共にですね、歩んでいけたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I'm sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year.I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、やっていきましょうか。ですね、まあ、ちょっとね、ニュースがね、飛び込んできたというのもあるんですが、ちょっと一発目ですね、ゲーム情報以外で申し訳ないんですが、まあ、あのですね、サッカー選手で超有名なですね、アンドレス・イニエスタ選手ですね。イニエスタ選手がですね、7月1日のですね、ヴィッセル神戸 VS 札幌戦でですね、神戸を退団することが決まったそうでございます。まあ、湘南ベルマーレ戦かなの J リーグデビューからですね、5年間ということでですね、たくさんのですね、素晴らしい知識、そして経験、そしてですね、スピリット、スピリッツ、そういったものをですね、技術もそうですが、いろんなものをですね、日本に伝えてくださったということでですね、大変ですね、感謝したいなと思います。イニエスタ選手、誠にありがとうございます。まあ、これからもですね、イニエスタ選手のね、活躍をですね、ご期待しながらですね、気持ちよくですね、イニエスタ選手をですね、送り出すことができたらいいなというふうには思っております。ありがとうございます、イニエスタ選手。ということでですね、ゲーム情報やっていきましょうか。まずですね、このゲーム情報ですね、プレイステーション、ショーケース2023というですね、ものがね、行われたそうで、まあ、その中でですね、出てきた情報でございます。まずはですね、お伝えしたい情報がですね、まあ、いっぱいあるんですが、ですね、まずね、メタルギアですね、メタルギアソリッドというのがね、ありましてね、ですね、これがですね、PS5 でね、リメイクが決まりました。メタルギアソリッドの3でございます。2004年ですにですね、プレイステーション3でですね、プレイステーション2だね、2向けに発売されたメタルギアソリッド3のですね、スネークイーターというのがね、最新機種でリメイクということで、ジャングルにスネークが登場するですね、PV が公開されたということで、対応ハードはですね、プレイステーション5でございます。そして Xbox、シリーズ XS、そして PC の Steam で発売でございます。メタルギアソリッド3スネークイーターはですね、同シリーズ内でですね、作品中最も古いですね、時代設定となっておりまして、英雄ビッグボスにまつわる物語が描かれるということなんですが、ここでですね、まあ、最初のですね、壁にぶつかっております。プレイステーション5なんですよね。4でね、これがリメイクされるかどうかまだわからないですよね。そして、シリーズ歴代ですね。歴代3作品収録のメタルギアソリッドマスターコレクション。これがね、発売したということで、メタルギアシリーズの発売決定ということで、メタルギアシリーズのね、歴代作品をですね、そのまま収録したコレクションパッケージということで、特にね、リメイクリマスターはしていない模様でございますね。第1弾、1998年発売のメタルギアソリッドから2004年発売のメタルギアソリッド3スネークイーター。HD エディション版までの3作品が収録されているということで、確かね、これもね、ハードがですね、プレイステーションのですね、5に向けてだったような気がするんですよね。プレイステーション5向けにね、作ってるっていう話だったので、これがね、4でできるかどうかは多分まだわからないって感じですよね。
そうね、多分情報が載ってないんで、多分4ではできないんじゃないかなと思ってるんですが、メタルギアソリッドというのはですね、21世紀初頭アラスカで特殊部隊フォックスハウンドが突如放棄し、核兵器廃棄場を占拠。この史上最大のテロ事件に、ソリッドスネークは一人戦場へ向かう陰謀を渦巻く魅力的な物語や、ポリゴンデモや実写映像を織り交ぜた演出、多彩な仕掛けなどが盛り込まれた大ヒット作品でございます。そしてメタルギアソリッド2ですね。サンズオブリバティ。これはですね、メタルギアソリッドの続編でございます。タンカー編とプラント編のですね、二部構成となっており、メインとなる校舎ではですね、米大統領をですね、人質に取ったですね、未曾有のテロ事件にですね、新人の、ライデンが挑むことになる。多数の新アクションの追加や麻酔銃の導入など、シリーズに重要な要素が追加されているそうです。うん。そしてですね、メタルギアソリッド3スネークイーターは、サバイバルコンセプトにカムフラージュなど、従来とは異なるテイストの潜入アクションを多数導入した作品でございます。前作同様2部構成のストーリーは、シリーズで最も古い時代が舞台となり、伝説の傭兵ビッグボスが誕生した経緯や、後の時代につながる事件が描かれているということで、非常にね、楽しみな、シリーズの、パッケージのね、まとめたものになっているかなと思います。いや、これプレイステーション4には落ちてこないのかな。もう一つね、キャットクエストですね。キャットクエストのですね、パイレーツオブザ・プリビアンっていうのかな。これが2024年にね、配信開始ということで、私で、Steam でですね、プレイさせていただいたゲームでキャットクエストというのがありまして、2.5 次元をテーマにしたね、オープンワールドをですね、海賊猫が冒険するアクションだそうです。そのキャットクエストね、1、2があってですね、そのさらに続編だと思うんですが、伝説の秘宝を探す敵がうじゃうじゃいる群島で船に乗って危険な海を渡り、陸と海を行き来して冒険していくと。プラットフォームは Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、そして Xbox シリーズ、Xbox One、そして PC ステーム2024年に配信開始ということで、これはね、まあでもあれですよね、そんなにグラフィックすごくないんで、どのプラットフォームでもいけると。でですね、これね、なんかちょっとね、スクエニさんがね、完全にですね、任天堂で有名なスプラトゥーンをパクったんじゃないかと思われるような作品がね、ちょっと言い方悪いですが、出るみたいですね。フォームスターズというのがね、出るそうです。これがですね、2023年の2月の25日ですね。ごめんなさい。ちょっと待ってね。本作はですね、4対4でですね、泡を打って戦うですね、泡パーティーシューターというのでですね、フォームスターズというね、タイトルで、出てるそうですが、これがですね、アナウンストレーラーではですね、ユニークな武器やで、ド派手な技でね、泡を撒き散らしたりですね、泡の上をですね、サーフィンのようなものでですね、移動する様子が公開されていたと。プレイステーション5、プレイステーション4でリリース予定で、発売日は未定でございますということで、見た目が完全にですね、スプラトゥーンだよね。だけどこれは売れるかもしれないなってちょっと思ってますね。それをプレイステーションにできるようにしたかというね、話になっておりまして、さて、ここでですね、ちょっとね、いろいろごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんですが、とうとうですね、出てまいりましたドラゴンズドグマ2ですね。ドラゴンズドグマ2のですね、映像がね、とうとう初公開されました。街やモンスター戦闘など見どころたっぷりのショートトレーラーとして、出ていたそうですと。で、これがですね、ドラゴンズドグマ2なんですが、王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しむオープンワールドアクションドラゴンズドグマの正統続編でございますと。2012年に発売された第1作ドラゴンズドグマ、プレイヤーの映像に応える多彩なアクション、想像に応える多彩なアクションと、一人プレイなのに他の誰かと冒険する楽しさが味わえるゲーム体験、王道ファンタジーの世界を自由に冒険するドラゴンズドグマは、独自のプレイバリューを持った無二のオープンワールドアクションとして人気を博したと。まだ私はね、冒頭序盤しかプレイしておりませんが、これが発売する頃にはちょっとね、クリアしてたいなという気がします。その後、大型格闘コンテンツ、ドラゴンズドグマ、ダークアリズンの発売や、オンライン専用タイトルの配信、そしてネットフリックス社によるですね、オリジナルアニメーションの制作など多彩な展開を重ね、累計販売本数なんと720万部を超える人気シリーズとなっているそうです。第1作の楽しさを受け継いだ正統続編、ドラゴンズドグマ2がようやく登場いたしますと。
うん。そのですね、描かれる世界は王道ファンタジーの世界で、ございますと。ストーリーは、始まりは地の牢獄、失った記憶の奥底に竜の声が響く。何時各者となりて我を討て、それこそ世界の断りなり、人の国と獣人の国、二国の主役と因習の狭間で、一人の英雄がなすべき使命を思い出す。おのがめ、おのが心を通じて、通して見える断りとは、これは竜を打ち玉座へと昇る者の物語。ということで、竜が存在するそうですね。世界の破滅を象徴する存在。巨大な翼で天空を自在に舞い、吐き出す炎は全てを焼き尽くす。人々はその降臨に恐怖し、ある者は神として崇める。そして各社というのはね、プレイヤーの分身で竜に心臓を奪われ、竜をほふる宿命を背負いし者と。これ1と設定が一緒だね。そしてポーンですね。こちらもですね、各社に献身的に付き従う異世界からの旅人、プレイヤーが個性を与え AI で動く、彼らとの共闘はマルチプレイのような感覚だ。もしここにチャット GPT なんかが入ったら、ボイスチャットとかでね、会話が AI とできたりしたりするようになるんでしょうかね。将来多分そうなるよね。ゲームがさ、本当になんかすごいゲーム体験になるようになるよね、きっとね。プレイステーションのそのね、6とかになったらそんなになってんじゃないでしょうかね。まあ、それよりも早いかもしれないね。あっちの方がね。AI の開発の方がね。さあ、そしてやってまいりました。アッサシン・クリード・ミラージュでございます。10月12日に発売決定いたしました。原点に立ち返ったシリーズ15周年の集大成でございます。さあ、アッサシン・クリード・ミラージュの発売日がですね、2023年の10月12日。さあ、今年の秋にまた楽しみなゲームが出るということが判明しました。シリーズ最新作、アッサシン・クリード・ミラージュは、前作、アッサシン・クリード・バルハラに登場した主人公のバッシムが主人公でございます。バルハラの20年前のバグダッドが舞台となる若きバッシムがストーリーとのコストドルからマスター組織になるまで物語が描かれるという。ちなみに本作でバーシムのメンターとなるアサシン・ロシャンは中東出身のエミー賞受賞女優のショーレ・アグダ・ショールがアグダ・シュールがアグダ・シュルーかが演じている。ミラージュはシリーズ15周年の集大成とも言える作品で、原点に立ち返って1作目と同じ中東舞台とし、ステルス・パルクール暗殺がゲームプレイの軸に置かれていると。これね、1がね、プレイステーション4じゃプレイできないんですよね。むしろ1のリマスターしてほしいんだけどな。いや、これ楽しみな作品でございますよね。そしてね、なんとですね、これもまたすごいんですよ。プレイステーション5のですね、リモートプレイ用携帯機プロジェクト Q というのがですね、なんと発売するということで、なんとね、プレイステーションがですね、ニンテンドースイッチに寄せてきているということでですね、8インチモニター付きでデュアルセンスの機能も内封しておりまして、PS 初となるワイヤレスイヤホンの発表もされているそうです。これがですね、プロジェクト Q と呼ばれるコントローラーは、PlayStation 5の全てのゲームをリモートプレイや Wi-Fi を使用してですね、モニターにストリーミングすることが可能であると。で、映像を見てる限りね、ほんとスイッチみたいな感じで、真ん中にね、画面があって左右にコントローラーがついているというような感じですね、ほんと携帯機として使えますよ、みたいな感じですよね。そのため遊びたいソフトは事前に PlayStation 5にダウンロードしておく必要があるとのことらしいです。モニターは8インチハードディスク、8インチ HD、デュアルセンスのすべての機能を搭載しているそうです。また PlayStation で初となるワイヤレスイヤホンも発表。こちらは PS5 や PC 向けに次世代の没入感の高いオーディオを提供し、Bluetooth を用いてスマートフォンにも接続できるそうです。イヤホンが出るのか。まあ、ソニーさんね、イヤホン強いですからね。モニターイヤホンって言ってね、ミュージシャンとかもね、愛用するイヤホン、ソニーさんのやつですからね。いや、これは、プレイステーション5、これはプレイステーション5の、後からディスプレイだけが付けられるやつとかあるのかな。あ、でもこれコントローラー付きなのかな。ちょっとわかりませんが、別売でね、それだけを売ってるのか、新しく購入しなきゃいけないのかわかりませんが、まあでも別売で売られるパターンとね、それが付いてるパターンと両方あると思いますが。さあ、マーベルズ・スパイダーマン2ですね。約10分超えのプレイ映像が公開されたということで、ね、これスパイダーマンの最新作ということで、これもね、プレイステーション5の専用ソフトなんですよね。で、倉庫でのバトルやですね、水上での激しい戦闘など、スパイダーマンらしいアクションを織り込んだ場面が見どころということでですね、スパイダーシリーズのね、スパイダーマンシリーズの最新作で、2023年秋にですね、発売されることがね、分かっているそうです。スパイダーマンがね、映像を見た限り2人、黒とですね、赤のスパイダーマンかな、いるみたいな感じに見えますが、
まあこれもね、非常に面白そうですよね。ただこれもプレイステーション5であると。どん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 ね、もう4がじゃあプレイできないゲームがね、増えてまいりましたね。そして映画ね、グランツーリスモですね、が出るということですね。ゲーマーからですね、本物のプロレーサーになったですね、ヤン・マーデン・ボロー選手のですね、実話をミッドサマー・アーチ・マレクウィ主演でですね、映画化ということでですね、ソニーピクチャーズがですね、ポリフォニーデジタルが開発するドライビングシミュレーターゲームを原作にしたハリウッド映画ですね、グランツーリスモの予告映像を初公開したということでですね、本作は2023年の9月の公開を予定しているということでですね、非常に楽しみな作品でございます。うん。いや、このね、作品がね、非常に、どういったですね、経緯でですね、この人がですね、プロレーサーになったかっていうのはね、わからないんですが、一応ストーリーとしてはですね、世界的大ヒットのドライビングゲームグランツーリスモのプレイに夢中なヤンさん、ゲームに明け暮れる姿にレーサーにでもなるつもりか、現実を見ろと父親には呆れられる。その時ヤンにとって一生に一度のチャンスが訪れたと。世界中から集められたグランツーリスモのトッププレイヤーたちを本物の国際カーレースに出場するプロレーサーとして育成するため競い合わせ選抜するプログラムがあったそうです。その名も GT アカデミー。プレイヤーの並外れた才能と可能性を信じて GT アカデミーを立ち上げた一人の男と、ゲーマーなんかが通用する甘い世界ではないと思いながらも指導を引き受ける元レーサー、そしてバーチャルなゲームの世界では百戦錬磨のトッププレイヤーたちがそこに集結。彼らが直面する想像を絶するトレーニングやアクシデントの数々、不可能な夢へ向かってそれぞれの希望や友情、そして葛藤と挫折が交錯する中で、いよいよ運命のデビュー戦の日を迎えると。この実話ですね、この実話をですね、圧倒的なスピードのレーシングアクションとともに映画館のスクリーンに届けるのは第9地区チャッピーですね。こういった作品のニール・ブロムカンプ監督、 GT アカデミーを発足したダニー役にオーランド・ブルーム、レーサーを目指すゲームのトッププレイヤーたちを主導するジャック役にブラックウィドウやストレンジャーシングスシリーズのデビッド・ハーバー、主人公ヤン・マーデン・ボロー役にミッドサマーのアーチ・マリクウィらが名を連ねると。時速320キロの世界を体験すれば、まるで実際にレースを参加していると錯覚するはずだということで、これが実話ということなんですが、一体どのような展開になるか非常にね、ちょっとね、興味をそそがれる内容ですよね。さあ、ということでね、今回ですね、ちょっとですね、駆け足でですね、喋らせていただいてですね、内容分かりにくかったかもしれませんが、まあね、2023年のですね、プレイステーションのですね、ショーケースというですね、発表がありまして、その中で出てきたことを、個人的にね、ちょっと気になるゲームを拾わせていただいたというふうにさせていただいております。まあ、冒頭ですね、イニエスタ選手へのですね、感謝も伝えさせていただいたということで、今回はですね、ここで終了させていただこうかなと思います。ということでですね、これからのゲームですね、またね、いろいろゲーム出るんですが、もうプレイステーション4ユーザーにはですね、正直ですね、ちょっと、追いつけない内容になってきたなという気がしますね。4と5と両方ともやってくれるっていうゲームがね、ちょっと少なくなってきたなっていう感じがしますよね。ドラゴンズドグマ2も確か5専用だっただと思うので、ね、もう多分4でできるゲームっていうのがね、まあほぼなくなってきたかなという気がしてまいっておりまして、まあ、5もね、まあ、手に入れれたらいいんだけどね、あの値段的にどうかなーって感じですね。まあ今5万ちょい6万多分その新しいそのね、コントローラーの件も合わせると6、7万ぐらいはないと多分ね、ハードを買えないんじゃないかなという気がしますよね。ってなってくると面白いゲームでもね、遊べない可能性出てくるから、まあそうなってくるともうね、あのパソコンでプレイするのがいいよねっていう感じがもうね、してますね。まあパソコンの方がプレイステーション5でもね、まあ性能がね、今ちょっとね、上になってきているような感じがします。ただ値段は高いので、パソコンの方がね、圧倒的にね。ただまあ動画の編集したりとかですね、まあインターネット見たりとかいろいろなことをね、やることを考えたら、まあパソコンの方にした方が、まあ投資としてはね、いいのかなという気がしますよね。
まあ、グラフィックボードだけはね、拡張していけるので、グラフィックボードはですね、新しいの出たら、変えたりしていくと、良くなったりするかもしれないのでね、ただ、ボトルネックと言いましてですね、まあ、グラフィックボードだけが高くなったとしても、CPU が低ければですね、そこに多分合わせてですね、パソコンって動くことになるんで、これね、ビタミンの法則もそうなんですよね。タンパク質かな？タンパク質の法則もそうなんですよね。一番低いところに合わせてですね、動くということなんですね。それ以外のものが、たとえ 100% あっても、1個だけ 50% しかなければ、栄養は 50% しか使われませんと。確かそういう理論があるんだよね。確かタンパク質がそうだったと思うけど、まあそれに近いような感じにね、CPU が低ければですね、他のものがどれだけ高くても、そこに合わせてしか動きませんということにもなりかねないと思うので、ちょっと難しいところではございますが、まあパソコンでやっていった方がですね、拡張性はあるのでね、そっちの方がね、いいのかなという気もしておりますが、まあ安定性は当然コンシューマーのゲームの方がですね、安定してですね、ゲーム専用で作ってあるっていうのもあるし、それに合わせてゲームが開発されているという部分もあるんで、こっちの方が安定して動くだろうと。そしてですね、コントローラーとかもついてるし、いろんなね、専用のネットワークも使えるんで、まあこっちの方がいいのかなとか思いつつも、まあでもね、パソコンの方がね、幅広くゲームができるんで、まあ私は次はなんとかね、パソコンね、いいやつ欲しいなというふうに思っておりますのでね、まあ皆さんのですね、ご引きご愛顧をいただければね、非常に嬉しいなと思っております。ということで今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。